ペタンクはフランス発祥の球技で、金属製の球を投げて目標の球までの距離の近さを競います。岐阜市立女子短期大学で開かれた体験会は、学生にペタンクの魅力を広めようと、岐阜市の大学対抗ペタンク大会運営事務局が開いたものです。体験会に先立ち、所属する大学にペタンクサークルを立ち上げた岐阜大学のジル・ゲラン・准教授から、 フランス文化とペタンクと題して講演がありました。講演では、ペタンクの歴史について説明があったほか、国際大会の映像も流されて、一流のプレーを見た学生からは驚きの声が上がりました。この後、学生は球の投げ方を習いながら、目標の球に向かって慎重に球を投げ、うまく投げ入れると歓声が上がりました。 また、岐阜大学の学生も加わってゲームが行われ、目標の球の前に私たちの球を寄せて相手の邪魔をしてみたらとか、相手の球を弾いてみようなどとチームで作戦を立てながらプレーを楽しみました。事務局では、今年11月に市内で開催される第2回大学対抗ペタンク大会に向けて、今後も体験会を開いていきたいとしています。